八倉勝君公明党の八倉勝ですよろししくお願いいたします今日パネルを持っていただくのは、福岡選挙区選出の下野六田参議院議員です、ありがとうございます。<う>え総理、まあ、まず私からは、今日はまずあの教育や介護、医療など、無償化の範囲、これ、対象をまた広げることが、どのような社会をつくることに資するか。 少しし議論をしたいといとう,うに思っておりますはじ、まあ、めにお伝えいたしますと、私は教育とか介護とか、また医療など、無償化の範囲をこう広げる、まあ、例えば教育だったら高校や大学の無償化、また介護であれば自己負担額を減少していく、まあ、さらには医療などは子ども医療費無償化、まあ、こういったことはしっかり進めるべきであると思いますし、対象は中間層を軸にして、 まあ高所得の方も一部含まれるかもしれませんが、広げるべきであると、まあ、こういうような所得制限をなくしていくという,こう立場であるというふうに、まずお伝えしたいと思います。パネルをご覧ください。えー、こちらあの、2019年の幼児教育無償化実現前とあとで、世帯ごとの補助相当額がどう変わったか、あくまでイメージですが、図にいたしましたで。国からの補助相当額は、まあ、従来少なかった、特に中間層、こちらも含めて、当然、無償化後は、 みんな同様に支援をされている。で、パネルの左が無償化前でありますけど、まあ、ここではあの右に行くにつれて、まあ、下に下がっていった、補助が減っていたわけですけど、まあ、右の無償化後は、均一の資格になっております。で、まず総理に早速お尋ねをしたいと思いますが、この養蜂無償化はですね、低所得層と中高所得層の支援に差異を設けなかった。 この点を政府としてどのように評価をされているか、お伺いをいたします岸田内閣総理大臣えっとご指摘の幼児教育、保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育、保育の役割の重要性と、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図るといった少子化対策の観点から、 3歳から5歳の子どもたちに所得制限を設けることなく、実施することとしたものであります。令和元年10月の制度開始以降、着実に実施をされ、定着していると考えており、昨年度、内閣府において実施した調査では、7割を超える保護者が肯定的な評価をしていると承知をしております八倉,文八倉勝夫さん。 ありがとうございます肯定的という話でありました、で私が当時、その肯定的の中身なんですけど、まあ、よく聞いていたのはまあ2つありまして、まあ、当然、2つというか、まあ、大きくざっくり言うと2つあります、1つは、お金が浮いたことで、えー、他のことに使う余裕ができたと、まあ、私の友人の1人何かは、例えば、家賃額を上乗せしてローンを組んで、持ち家を買ったというような人もおりました。 まあこれは経済にもいい効果があったということであります。まあ、本来の意味の幼児教育が進むというのは、当然としてそれに付随して2つというふうには申し上げておりますが、でもう1つは、初めてです、ね、税金払ってよかったと思ったと、こういうような声があったということであります。まあ、逆を言えば、まあ、それだけ皆さん、ですね税による受益感っというのを、それまであまり感じていなかったということであります。で私があの、養保教育無償化をされた2019年、 10月から、本年9月の 3, 3年間、公明党の青年委員会の委員長も務めさせていただきました。まあ、そこではあの青年と膝詰めで対話をして、まあ、大体あの1000人近く行ってるかもしれませんが、多かった声の一つが、ですね、まあ、特に単身者を含めて、政治には期待してないと、まあ、だってあのお金ばっかり取られて、何にもしてくれないからだという率直な声を多く聞いてまいりました。まあ、この日本はですね 諸外国に比べて、税への信頼が極端に低い、まあ、税への拒絶感がまあ極端に強い国だというふうにも言われております。であの、あるデータ、例えばですね、国際社会調査プログラムという調査の中では、中間層の税負担について尋ねた項目がありまして、日本は税負担は相対的に軽いのに、負担が重いと答える人の割合が非常に多い。 まあこれはあの北欧所得、税負担が重い国よりも、日本の方が税負担、負担が重いと答えている人が多いっていう、こういう調査がやはり出ているわけなんですね。私、これは大問題だと思ってます。要するに、税への信頼感というのが極端に低い、まあ、これは当然、国のもとへに関わるところであります。あの次の質問に入る前に、端的にちょっと総理にえ確認だけさせていただきたいと思います。 まあ今の部分に関わるんですけど、まあ、国を運営するにあたって、税への信頼、またあの税への拒絶感を可能な限り緩和するということは、急務である、まあ、そのように思いますが、えー、総理のご認識を次の質問に移る前に、これだけ、結論だけで結構ですの、ね、で、お答えいただければというふうに思います、はい、岸田内閣総理大臣あのもちろん税はあの行政サービスの費用を賄うために重要なものでありますが、 あの委員ご指摘のように、国民一人一人に税金を納める際の納得感を持っていただく、これは大変重要なことであると考えます。税への信頼、この納得感、これは今後とも得られるように、分かりやすい説明を続けていく、こういった姿勢は大事であると思います矢倉克夫さん。 分かりやすい説明、まあ、まさに国民の皆さんにとって、税金が自分たちに返ってくるっていう、この感覚を持っていただくための分かりやすい説明というのは、非常に私も重要だと思います。まあ、その上でもう一つ、この税に対する信頼をどういうふうに回復をしていくのか、その方法の一つとして、私はやはり無償化の範囲や対象をこう広げていく、所得制限をなくしていくということも重要であると思います。 まなぜなら、他人のために払ってたと思ってた税の意味合いが、他人だけでなくて、自分のためにもなっていく、みんなのためにも変わっていくからであります。そして、のこの税に対する信頼感を回復するということは、将来的な財政再建にも当然、資するものであるなと思っております。あの国から、国民、国側の国民からまお金をいただく。 方法はまあざっっくり言うととつあると思ってます、まあ、1つは国民が銀行などに預けたお金、えー、こちらをまあ国債などの形で間接的にこう集めるというような形がやはりあるかと思います。まあ、国が直接国民が国債買う場合もありますけど、やっぱりもう一つは国民からこう直接お金をいただく、まあ、これは税であると。まあ、この2つだと考えてで今はあの国債が 累積発行残高がやっぱり増えざるをえない、まあ、これは裏を返せば、やっぱり税金が取れないからであると、まあ、その根本的な理由は、やはり税への拒絶、まあ、拒絶感というのがやっぱり強いからであるなというふうに、私自身は思っております。まあ、以上の状況を踏まえまして、改めて総理にお伺いもしたいんですが、この無償化の範囲を拡大していく、所得制限を緩和していく、こういったことは、 税に対する信頼の回復にも、ひいては将来的な財政再建という意味合いでも、重要な選択肢の一つであるというふうに、私は考えますが、総理のご見解をお伺いをしたいというふうに思います岸田内閣総理大臣。あの所得制限を設けるかどうかということについては、従来から説明させていただいておりますように、その制度の目的、あるいは支援方法、 に応じてて、えーまあ、判断されるるものであると、まあ、考えておりますがただ、委員がおっしゃるように、国民の皆さんの納得感、あるいは理解を得る、まあ、これは大変重要なことだと思います。あのうーんまあ、あの社会保障制度についても、今、全世代型社会保障構築会議において議論を行っていますが、こういったあの議論において、 まあ、より自粛を実感できる制度の構築、まあ、これはあ努めていかなければなりませんが、その制度の構築と合わせて、先ほど申し上げましたあの政府として分か,り分かりやすい説明、これを合わせることによって、できるだけ、まあ、現実の制度に対する理解や納得感を得ていく、こうした努力を行っていきたいと考えております。はい 矢倉勝男さんあの税をどうしても取る側になると、取る対象としてが国民を見ないわけですけど、取られる側の思いっていうのはやっぱりあるわけであります。納得して払っていただくということにはどうすればいいかということをまず第一に考えて、税金との在り方っていうのはやはり考えていかなきゃいけないと思いますし、私はその国民の思いに寄り添うっていうところから考えれば、 無償化の範囲を拡大していく、所得制限を広げていくっていうのは、非常に重要なことであるなというふうに思っておりますので、この点、また引き続きぜひ議論をしたいと思います、でもう一つだけ、やはり同じような文脈で、私、なぜこの問題にこだわるかをお訴えをしたいというふうに思いますが、やはり無償化を進める、やはり所得制限をなくしていくっていうことは、最終的に私の考えでは、人と人のつながりをこう回復していくという観点もあるというふうに思っております。 あの所得制限を設けると、どうしても支える側と支えられる側に国民、分かれてしまうわけであります、まあ、あのそこに例えば自己責任社会である日本の特徴っていうのが重なってしまうとどうなるか、まあ、これ、支えられる側である弱者っていうのは、自己責任を果たしていない方だというふうに、見なされてしまう恐れもあるわけなんです。で仕方ないから助けてあげると、そういうような構図がやはり日本の中にはあるということ。 まあただ、中間層支援を重視されている総理だからお分かりのように、今、誰も彼も将来不安をやっぱり抱えているわけなんですね、で特にあのかつての高度経済成長期も知らない、バブル経済期もそれほど知らない、私のような40代以下の人間にとってみたら、やはり中間層だったり、あるいはそれよりも所得をもらっている人であっても、なかなか明日はもっとよくなるというふうに思うことができないわけであります。ででも自己責任社会でいるととやはり弱者と みなされちゃうと落語者のような扱いも語弊があるかもしれませんが受けてしまうだからみんな不安だけどそういうような助けを求められないという思いがありますでそんな不安とか不満がたまるとどうなるかというとなんでこんなにこっちも苦しいのにアシラの方にばかり支援行くんだという弱者非難みたいな形にもやはり何かれないとこれがまあ実際の私もいろんな人から話を聞いた危険性の一つでありますでこういう分断の目をやはり生みやすい社会を根本的に変えていくには 先日もこの委員会で、温ああ情主義という言葉が出ました。まあ、あのかわいそうな弱者を救っているというような社会構造から転換して、みんながみんなでこう支え合っているような実感を持てるような社会に私はすべきであると思います。で、そのための方法として、やはり無償化を進めて、所得制限をなくしていくべきだと。まあ、なぜならば、みんなが負担した部分というのが、みんなに向けたサービスに向けられて、 そしててみんななのの共通のこの利益になっていくからであります、まあ、大事なことは、これまで支える側だけだった人も支えられる側になっていく、でしかもです、ねまあ、弱者というふうに言われている方々、本当に一生懸命苦しみながらも頑張っていらっしゃる、しかし弱い立場にいるような方からもいただくような税金も含めてです、ね、すべての人が負担して、そしてすべての人に向けられたサービスになっていくと。 こういう事故の負担が誰か他の人のためだけでなくて、自分にも返ってくる。自他ともの幸福、みんなで負担し合っているというようなこの実感、まあ、これこそ支え合いでありますし、こんな実感をみんなで共有し合う、まあ、生きる喜びを分かち合うような社会をつくるために、私は無償化や所得制限の廃止というものもしていかなければいけないと思っております。長々としゃべってしまいましたが、総理に改めて、この無償化の範囲を広げていく、所得制限を なくしていくことが、社会をつなげる力になると、こうつながり、支え合う社会をつくる基盤になるという考え方に対しての総理のご所見をお願いをしたいというふうに思います岸田内閣総理大臣。えっとまず社会において、つながり、あるいは支え合うという感覚、重要であるということについては、ご指摘のとおりだと私も思います。 例えば社会保障につきましても、先ほど社会保障、全、まあ、世代型社会保障構築会議の話をさせていただきましたが、その議論においても、子どもから子育て世帯、また高齢、お年寄りまで、すべての世代で安心できる全世代型社会保障の構築に向けた検討を進めるとされています。こののの会議のこの議論の中間報告ではは給付は 高齢者中心、負担は現役世代中心となっている、これまでの社会保障の構造を見直して、能力に応じて皆が支え合うことを基本としながら、それぞれの人生のステージに応じて、必要な保障をバランスよく確保できることが重要であるという内容の提言をいただいています。まあ、これれまで主に社会保障制度を支ええる側と考えらてててきた子育て若者世代も含めて すべての国民一人一人が互いに支え、支えられながら、将来に向かわたって必要な社会保障をしっかり受け取ることができるよう、引き続きこうした制度の構築に向けた取り組みは進めていきたいと思います、はい、矢倉勝男さん、はい、今、総理おっしゃった方向性、私も共有をしているところであります。あのはい 私、この前まで委員長してた公明党青年会も今、このような議論もして、どういう社会があるべきものかということもずっと議論もしてまいりました。あの我が党の石啓一幹事長もです、ね、先日の代表質問で総理に、まあ、教育、医療、介護など、人間が生まれていく、生きていく上で不可欠なサービス、無償化するベーシックサービスの考え方等を踏まえ、教育や医療、介護などの望ましい給付の在り方、改革の優先順位について検討をいたしますと、その上で財源や負担の在り方を議論し、 2040年までの社会保障改革の大きな流れを示すビジョンを示したいというふうに伝えました。まあ、あのこれ、単なる社会保障の拡大論ということではなくて、こういうつながり合う社会をどういうふうにつくるかっていう、国の形をどう作るかっていう議論としてですね、また引き続きあの骨太な、これ、与野党を超えての議論にもなるかもしれませんが、しっかりと政府と私たちは骨太の議論をしていきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。で、のこの点については、この程度にして、ちょっと次の質問。総、え、理、ー よろしくですけどちょっと次に通告した質問とは、その先に、ちょっと外交の方を先に、視点をちょっとガラッと書いてさせていただきたいというふうに思います。まあ、あの今、みんなで支える共通の利益という点では、社会保障と財政のお話もしましたが、まあ、ある意味、みんなの共通の利益で、やはり最たるもののうちの一つは、外交、国を守る、平和を守る、まあ、そのために国を守る、まあ、外交や防衛であるというふうに思います。 あの総理、あの先週末の日後首脳会談、大変お疲れ様でございました。あの私、日後議員連盟の幹事でもありますあの、オーストラリアとの関係は非常に防衛連盟でも非常に重要でありますので、えー、引き続きの強化、連携強化をよろしくお願い申し上げます。先日の安倍元総理の国葬儀の折には、あの元首相3人もオーストラリアいらっしゃいました、本当に大事な国であるというふうに思います。 で今日はあの防衛という点でやはりえ議論したいのは北朝鮮であります。で、北朝鮮、7年前、私はあの北朝鮮の核・ミサイルがえやはり小型化される懸念があるんじゃないかというようなえ議論を、この特別委員会の場でテレビの前で、当時の安倍総理にもお話もして、平和安全法制の重要性など、お訴えをしたところであります。で、脅威は本当に増しておりまして、先日、ユン・ドクミン駐日韓国大使の 歓迎会私も参りましたが、そこでもあの今の北朝鮮、まあ、本当にです、ね、こう実戦も想定して核配備を準備を進めているんじゃないかぐらいの懸念も共有されるような、非常に危機感があるようなところを感じました。まあ、あので、その上でお伺いしたいのは、まあ、今出ました韓国との関係であります。やはりです、ね、この日本を守るために 地図を見ても分かるように、北朝鮮の脅威から日本を守るために、やっぱり韓国とのこの関係っていうのをやはり強く作っていかなければいけないというふうに思っています。まあ、残念ですけどこう、特に韓国との友好とか、そういうことを言うと、やはり妥協というイメージがどうしてもついてしまって、イメージとしてですね、であのやはりすぐに非難もされる場合もあると思うんですけど、まあ、確かにです、ね、韓国っていうのは、まあ、政権が変わるたびにがらっと変わる。 もう180度転換してしまってまあ、その度に私たちもゴールポスト動かされたかのような気持ちになって、えー、非常に信頼できないというところもあるのがいいつ偽らざる本音でありますまあ、ただそしてあの妥協のための交渉などは絶対にすべきではありませんまあ、ただ前政権の時には日米間のミサイル防衛システムなど参加しないとか G ソミアを一方的に廃棄するとかまあ、本当にこ言葉も良くないかもしれませんけどひどいものでありましたが 今はですね180度変わって、ユン大統領も日韓関係が過去の一番いい時期に戻したいと、人事もやはりユン大使のように、地日派の方を非常に配置もしておりますし、最大の懸念の一つである商用工問題でも、現金化の進行を止めるべく最高裁に手紙を出すとか、また場合によっては北朝鮮との関係において、意見書、手紙だら意見書ですね、また北朝鮮との間においては、日米間を中心とした国際圧力強化、 これで非核化を目指すというような思いも持っていらっしゃるというふうに私は思っております。あの外交はあくまでも自国の利益のためで、相手や国際社会の関係を有利に導くための不断の努力であります。まあ、少しでも現状良くなる可能性があれば、時期を逃してしまうのはいけないし、まあ、仮に相手のリーダーが、相手の国内の世論も、こう世論から批判されるリスク,リスクを犯してでも、こちらに関係改善のやはりシグナルをしっかり送っているんであれば、 どんどん積極的にコンタクトを取るべきであるというふうに思っております。あの総理はニューヨークでも、この前、まあ、大統領と三十分ぐらいでしたかね。懇談もされたわけでありますが、あ、まあいう第三国での懇談でも結構でございますので、えー、改めてですね。どんどん会って、信頼関係を作っていただきたい。であの外交とは？ 国を、国民を守るためにこそあるとの当たり前の事実の確認を総理からいただくとともに、まあ、ご自身、外務大臣時代にあの日韓合意など尽力されたこの韓国との関係について、日本を守るための関係を構築するため、より一層首脳同士の信頼関係を構築するという、その総理のご決意をお伺いしたいと思います、はい、岸田内閣総理大臣。まずあの、韓国は国際社会におけるさまざまな課題。 において協力をしていくべきまあ重要な隣国であると認識をしています。現下のこの戦略環境に鑑み日韓さらには日米韓こうした協力の進展これはもう今以上に重要な時がないと認識をしています。あのユン大統領との間においても。 この北朝鮮による弾道ミサイルの発射を受け、今月6日にも電話会談を実施いたしました。引き続き、日韓、日米間で緊密に連携していくことを確認をいたしました。あの国交、まあ、正,正常化以来、まあ、築いてきたあの有効協力関係を基,盤を基盤にしながら 日韓関係、まあ、健全な形に戻し、さらに発展させていくために、首脳間を含め、えー、韓国政府と緊密に一卒疎通を図ってまいります。ぜひ、えー、この,国民,の国民を守るために、えー、外交を進めていく、まあ、こういった観点からも、日韓の間の一卒疎通は図っていきたいと考えております。 八倉勝男君、はい、あの首脳同士の意思疎通というのは非常に重要でありますので、ぜひよろしくお願いします。最後、ちょっとパネルをお願いしますえあの最後にあの、特に非正規の方への職業訓練の重要性ということだけ、1点だけ、まあ、パネルの右側でありますけど、まあ、日本総研の山田久志副理事長からいただいた資料でありますけど、各国の1人当たりの平均年収の国際比較、本当日本は低くなってます。 で今円安の状況だからもっと下がっているかも韓国よりも低いです。やはりその理由の一ついろいろあるんですけど、まず総理がおっしゃっているまあ構造的な賃上げをしっかり上げていくための構造改革も必要であると合わせてですね、やはり割合の多くを占めている低賃金の方の賃金が低い。これはパネルの右左の方に右の方に書いてあります。でなぜかというとやはりスキルアップの機会がないからなんですね。あのー、やはり会社にとってみても。 短期にしか進めていかない方、そういう方に対して、スキルアップの投資をするというのはなかなか難しいと、そういう方に対しての事業をしっかりと進めていただきたいあの、この前まで,です、ね、就職氷河期世代の方向けの短期資格の習得コースというのがあって、例えばそれを使ってソフトウェア協会などがです、ね、非正規の方の研修などもしたんです。そうしたら 実質的に就職支援をした方の就職率が65%いったとか、いろんな効果があった、まあ、しかし今回、その事業が削られてしまったと、まあ、こういったことの継続も含めて、最後、端的に大変恐縮でございますが、総理から今後の非正規の方への就職支援について、お答えをいただければというふうに思っております岸田内閣総理大臣。はいまずあの ご指摘のこの事業の,その取り扱いですが、あの就職氷河期世代の方向けのこの訓練事業の後継として、来年度、非正規雇用労働者や、 就職氷河期世代など受講者の特性に応じた訓練手法を試行する事業、これを実施することを検討いたします。そして合わせてご指摘のように非正規雇用者に対するこのリスキリングをはじめとする。 人への投資、これは大変重要であると認識をしております。5年で1兆円のパッケージと申し上げておりますが、今回用意する総合経済対策の中にも、こうした非正規の方々を受け入れる企業に対する支援を新設する、そして実際、こうしたスキルアップに努力をしている方々に直接、支援を行う。 こういった制度を創設する、さらには従来、企業の中でスキルアップを応援している企業に対する支援、これは存在したわけですが、この支援をより手厚くする、こうした取り組みを総合経済対策の中に盛り込むことを考えています。こうしたことも含めて、5年間で1兆円の人への投資のパッケージ、これを充実させていきたいと考えております。 八倉勝男君ありがとうございました。最後、資料、あの総理に25万の声を持っていたときに、個人の幸福が感じられる経済成長や働き方に、これが新しい資本主義だというふうに、総理からもお言葉をいただいたときの資料であります。一人一人の幸福が感じられる経済成長、自費言をお願いいいたたししまますありがとうございました以上で、ヤクラカツオ君の質疑は終了いたしました。 谷さんのやつやり取りちょっともっまだ見して後でね。次に金子道人君の質疑を行います。はい。金子